皆さんこんにちは。今回の動画は来月の17日に発売されるアクト2の単行本最終巻、この最終巻最新話として掲載が確定している307.5話の内容を予想していこうと思います。ちなみにさあ様は307.5話はどんな内容になると思いますか？ぜひコメントをお待ちしております。あとこの動画を最後まで見ていいと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。今回の307.5話ページ数の方は24ページ、内容的には307話から308話の間の話ということで、時系列通りに進行するなら甲子園編に突入する前の物語。今回の307.5話聖堂メインで進行した場合、夏田予選の影響で怪我をしてしまった沢村を深掘り、沢村は復帰するまでにどんなことをしたのか、怪我ということで個人的にはクリスとの絡みを期待しています。クリスと一緒にトレーニングをしている世界線、また甲子園から復帰した川上に注目。甲子園編では復帰戦でいきなり先発として過去一番のピッチングをしていたので、川上の身に何かあったに違いない。沢村が怪我をしたことでスイッチが入ったとか、もしくは一夜漬けで新球種を習得したとか、そして甲子園に向けてメンバー発表、メンバー外になった結衣と奥村の表情に注目。個人的には結衣と奥村メンバー外になった経緯を知りたい。もし沢村が怪我をしていなかったら金田をベンチから外して予選の成績から結衣をベンチに入れていたと個人的に思っています。308話ではいきなり甲子園編の2回戦まで内容が飛んでいたので、抽選会と開会式、聖堂と他校の選手の絡み、またフリアが先発として好投した1回戦の詳細、どんな高校と対戦したのか、また対戦したチームはどんな特徴を持った高校だったのか、また聖堂メインではなかった場合、東東京決勝帝都対宇守、作者も公言していますが東東京決勝は描くつもり、一体どっちが優勝する作品を作ったのか、帝都が連覇、それとも鵜森が帝都の連覇を阻止、帝都は春大で4強と東東京の中では一番良い成績を残していたので、西東京でいうイナイスと同じ A シード、西東京のようなトーナメントが組まれていた場合3回戦からスタート、3回戦から5回戦までの対戦相手は不明でしたが、準々決勝では宝大一高、準決勝では春日一高、5試合中2試合の対戦相手が判明。試合内容を見ていくと、準々決勝の宝大一高戦は13対1、帝都打線のパワーを見せつけ快勝、準決勝へ。ちなみにこの準々決勝で帝都キャプテン乾の弟が登場、しかし現状この弟乾はどこを守りどっち打ちでどんな選手なのか不明、兄はだいぶ癖ありなので弟も癖あり、もしくは対照的。準決勝の春日一高戦は準々決勝よりも内容豊富、帝都が先行、春日一高が高校で開幕、東東京の大会ということもあり2対1と帝都が1点リードで迎えた5回の裏まで話が進行していました。6回の表、帝都はこの回4番乾が先発向かいの好投に応える右中間へのタイムリーヒット、2塁ランナーと3塁ランナー計2名のランナーがホーム戦間4対1、4番のタイムリーで帝都はこの回2点追加、その後帝都が追加点を入れた情報はなく4点止まり、春日一高が8回に1点を返すも向かいの前に鎮圧。ここまで話した情報のみで決着がついていた場合、4対2で帝都は春日一高に勝利、準々決勝とは違い接戦を制し決勝へ。この結果から今年の帝都は打ち勝つ野球や守り勝つ野球ができ、投打において良い成績を残し東東京戦を勝ち上がっていることがわかります。
鵜久森は春帯で八強という成績を残していたので、シード校帝東同様西東京のようなトーナメントが組まれていた場合、3回戦からスタート。3回戦から準々決勝までの対戦相手は不明でしたが、準決勝では仁王学舎5試合中1試合の対戦相手が判明。試合内容を見ていくと、鵜久森梅宮、仁王学舎大黒、エース対決。結果の方は梅宮が投打で活躍。8回に自らのバットで2点を追加し4点差。最後は大黒を三振に抑え、ゲームセット。鵜久森が仁王学舎を倒し決勝へ。この結果から現在の鵜久森は春の時点の参考よりも攻撃力がある。今回の東東京決勝は両チームともエースが先発する場合、西東京決勝とは違い、準決勝の影響で疲労ありの状態、両チームとも準決勝のような試合ができないかもしれない。そうなると投手戦 40%、 乱打戦 60%。 乱打戦の場合、序盤は両エースが準決勝の疲労を抱えながら自分の肩を酷使好投。しかし終盤に入ってから両エースのスタミナが切れ、乱打戦に突入。終わってみれば両チームとも2桁得点するような激戦になるかもしれない。ちなみに以前投稿した動画で東東京に関連したこんなコメントをいただきました。東京代表編で乾はバッターのスイングバットが後頭部に直撃するというアクシデントがあった。実はこれが何らかの伏線を張っている気がする。そして西東京決勝後に成宮が沢村フリアに敗れたことで、鵜久森梅宮が言っていた下の世代には負けられないというセリフ、単純に向井のことを意識してるのかと思ったが、ピッチャーの投げ合いにはキャッチャーの存在も大きく左右される。正道に三木という絶対的キャッチャーがいるように、帝東も乾のキャッチャーとしての存在は大きい。またピッチャーとバッターの勝負、成宮と三木もそうだが、それ以上に成宮は哲也の弟である正志を強く意識していた。下の世代梅宮にとってこの乾の弟の存在が試合の展開を揺るがすことになるのか。乾の弟、選手としての特徴は何一つわからないが、対象した準々決勝の記事を見る上では試合に出て活躍している。それが今の帝東の戦力に直結しているとしたら、かなり恐ろしい存在かもしれない。もし帝東の決勝が描かれるとしたら熱い展開を期待。むしも乾の弟は気になる。どこをメインにしている選手なのか。また兄のようにパワーヒッター、それとも俊足の阿部飛系。また東東京決勝以外に愛知県大会の決勝に挑んでいた青鵬の試合結果、308話の甲子園編では愛知県代表の詳細が不明だったため、愛知県大会決勝の詳細が気になる。愛知県大会決勝、青鵬の先発として登板濃厚な明石誠也、一体どんなピッチングをするのか。誠と対戦した数ヶ月前に比べて成長度合いも気になる。当然まっすぐは150キロ確定。沢村や成宮のように大会期間中に新球種を習得。決勝ではこの新球種を使用し無双的な。青鵬としては3年連続の甲子園の切符をつかむことはできたのか。もし甲子園の切符をつかんでいるようであれば、今回の 307.5 話の方で愛知県大会の優勝シーン、また甲子園編の開会式も掲載。明石が青鵬沢村とアイコンタクト。以上、今回は 307.5 話の内容を予想していきました。24ページというページ数のことも考えると、主としては東東京決勝で半ページ、もう半ページは青鵬メインで物語が進行、そしておまけとして愛知県大会の決勝。なお結果のみ、胴上げ投手となっているか敗戦し膝をついているシーン。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。
あとツイッターとインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。